外国人観光客が多く集まる新宿。その観光スポットに異変が。新宿。とある場所で取材していると、外国人観光客が次々と現れ、次々と同じ場所で曲がり、次々と中へ入っていきます。その先にあったのは、なんと戦後の闇市から発展してきた思い出横丁。昭和の情緒が色濃く残り、現在80軒ほどのお店が並びます。日本人でも入りにくい横丁に、なぜ外国人が？結構外国人のお客さんが多いですね。お店の中を覗いてみると、ここにも、さらにこちらにも、どこもかしこも外国人観光客の姿が。友人がガイドブックを見て、ここに行くべきだって教えてくれたんだ。旅行代理店に美味しい焼き鳥店が新宿にあると紹介されたんだ。ここはまさしく日本って感じがするね。私と夫は去年来たので2回目です。オーストラリアの番組で思い出横丁を見て、子供たちが興味を示したのでまた来ました。そう、こうした外国人リピーターが日本のディープな場所を求める傾向にあるようです。店には英語メニューが用意され、外国人も安心して注文できます。5人家族が注文したのは焼き鳥。すると、そしてフランス人観光客の親子に声をかけてみると。Oh, it seems very typical, very sympathetic. We'd like to try, and it smells very good. We'd like to try one of them. そこで、すみませんけど、ついて行ってもよろしいですか？ Yes! マハ・アンナさんは航空会社の CA で何度も来日。娘のマリンさんは初来日なんだそうです。新宿を観光中、たまたま通りがかったんだとか。選んだお店は、庶民が集う焼き鳥店。カウンター席にはなんと8人中6人が外国人観光客。2人が興味を示したのは、What is it, this sir? Yeah, Nikomi, N-I-K-O-M-I. Nikomi, Japanese food. Yeah, it's a buta, pork, pig stomach and yes. Yeah, これはどうしてだろう、今日内臓は。目の前の不思議な料理、もつ煮込みに初挑戦。すると。一方、娘のマリーさんは、And sometimes it's difficult to imagine that it's evil in the stomach. So I don't like. さらに、お隣の常連客が、These are lower size foods. Yes, we are labor. そこで、おすすめのレバーをいただくことに。
In France, we eat veal liver. Liver, not chicken liver. Have you ever tried chicken liver before? No. No. でも娘さんはこの表情。ああ、お気に召さなかったようです。 the texture and because it's like a sponge and the taste. さらに二人は。 What is it?娘のモリーさん、シシャモ頭から行っちゃいます。ああ、アンナさんはどうやら頭のまま食べるのに抵抗ある。お箸を使い器用に頭を切り離します。 It's like the prawns, you know. I don't eat the head. さらにフランス人親子の興味は尽きません。訪れたのはラーメン店。すると One gyoza, madame? Gyoza. オーダーしたのは餃子。 そこへ Oh, yeah. Fresh hot French. Yeah. おいしい。 Very good. The first time we tried, and I hope I will come back. Cotoni. In France, we eat veal liver, not chicken liver. Have you ever tried chicken liver before? No. でも娘さんはこの表情。ああ、お気に召さなかったようです。 the texture and because it's like a sponge and the taste. さらに二人は。 娘のモリーさん、シシャモ頭から行っちゃいます。教えてくれたんだ。旅行代理店に美味しい焼き鳥店が新宿にあると紹介されたんだ。ここはまさしく日本って感じがするね。私と夫は去年来たので2回目です。 オーストラリアの番組で思い出横丁を見て子供たちが興味を示したのでまた来ました。そう、
こうした外国人リピーターが日本のディープな場所を求める傾向にあるようです。店には英語メニューが用意され、外国人も安心して注文できます。5人家族が注文したのは焼き鳥。Why is it even on the menu? Why is it on the menu? Tongue, heart, and cabbage, and worm. New food, new culture, and to experience. Kids will be better people growing up with a bit. Some heart, and then spine. Just spine. Remember, heart's just a muscle. Stomach. What is it, this sir? Yeah, Nikomi. N-I-K-O-M-I. Nikomi, Japanese food. And sometimes it's difficult to imagine that it's evil in the stomach, so I don't like it. さらにお隣の常連客が。This is a lower size foods. Yes, we are liver. そこでおすすめのレバーをいただく。すると。Does he do the same reaction? You don't have to eat it. And what are you doing? Think... No, not again. Yeah. A lot of the organs are turned into pigs and things like that. So, フランス人観光客の親子に声をかけてみると、 Oh, it seems very typical, very sympathetic. We'd like to try, and it smells very good. We'd like to try one of them. そこで、すみませんけど、ついて行ってもよろしいですか？ Yes! 母アンナさんは航空会社の CA で何度も来日。娘のマリーさんは初来日なんだそうです。新宿を観光中、たまたま通りがかったんだとか。選んだお店は、庶民が集う焼き鳥店。カウンター席には、なんと8人中6人が外国人観光客。2人が興味を示し、外国人観光客が多く集まる新宿。その観光スポットに異変が。とある場所で取材していると、外国人観光客が次々と現れ、次々と同じ場所で曲がり、次々と中へ入っていきます。その先にあったのは、なんと戦後の闇市から発展してきた思い出横丁。昭和の情緒が色濃く残り、現在80軒ほどのお店が並びます。日本人でも入りにくい横丁に、なぜ外国人が？結構外国人のお客さんが多いですね。お店の中を覗いてみると、ここにも、さらにこちらにも、どこもかしこも外国人観光客の姿が。友人がガイドブックを見て、ここに行くべきだって。